それではゲストの皆様からも一言ずつご挨拶をお願いいたします劇場版仮面ライダージュオのゲストの皆様よりお願いいたしますはじめにクリス・ペプラーさんお願いしますはい、えー、クリム・スタインベルトを演じましたクリス・ペプラーですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますありがとうございます続きまして前の智也さんお願いしますはい、えー、織田信長役を演じました前の智也です今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします 若林自衛さんお願いします、えー、こんにちは、えー、牛蔵役を演じさせていただきました若林自衛です今日は短,え短い時間ですがよろしくお願いしますよろしくお願いします斉藤修介さんお願いしますはい。えー、上弦仮面ライダーザモナスをやらせていただきました斉藤修介ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますパパイヤ鈴木さんお願いしますはい。こんにちは、えー、加減そして仮面ライダー ゾンジス役のパ何がおかしいんですか。<laughs> パパイヤ鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。再びクリムスタインベルトとして仮面ライダーの世界に戻っていらっしゃいました。周りの方からファンの方からの反応いかがでしたか。やばいっす。やばいっす。あのー、俺自分のツイッターやってるんですけれどもあのー、いあの一万五千いいねって初めて。 もらってすっげえと思っててすすげと思たんで,すよであの今日はここにいないんですけれども、真、ま、っ早くで稲葉君も出ていて、で稲葉くんのツイート見たら、4万近くいいねがあってそれを見て、祝うと思った自分がちょっとちっちゃいかなっていうふうに思いますけど、いや反響はも,もう素晴らしくてあの、私も大好きな役なんで、本当にあの楽,し楽しみながら、演じさせていただきましたもうきっとその「いいね」を押してくださったお客様もここにたくさんいらっしゃると思うんですけど、皆さん、ベルトさんの復活いかがですか もうこの反響だと思います。ごく、はいえー、一部ありがとう <laughs> いえいえ。ありがとうございます。でもクリスナんそれってたくさんの方々が反響がある。この仮面ライダー作品こう。改めて感じる。仮面ライダーの魅力って魅力。僕もね。はい、あの、ちなみに僕第一世代なんですよ。もう仮面ライダー。もう初回からずっと見てる。本当にもう数時間入りのあの遺伝子に仮面ライダー入ってるぐらいの、はい、でも、あの何でしょうね。やっぱりその仮面ライダー。 っていうのはどんどん？このシリーズがー回を増すごとに、また新たなキャラクターだったり、新しい武器だったり、どん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 こう重ねてくるわけじゃないですか。これでもかこれでもかともう最後まで楽しませてくれるっていうのが、あのまあ面白みだけど。でもやっぱりそのストーリーの中でやっぱり絆ですよね。その仲間を思う気持ちというのもすごい大事だと思うんで、あのなんだろうで、僕もやっぱりあの演じさせていただいて、やっぱりみんなファミリーになるんですよね。そこがやっぱり本当になんかドラマの中で現れている。その友情だったり。絆 っていうのがあの制作の中でも感じられるっていうのがあの素晴らししい経験でした絆の素晴らしさ、はい、またでもこうやって出演してくださるクリムさんとの絆もファンの皆様楽しみにしていらっしゃると思うので、はい、出演し楽しし楽みにしておりますあの私、うっすら出てますんで本当にあの見ていただけあの顔は濃いですけれども <laughs>、はい、顔はかなり濃い多分、一番濃いと思うんですけどあの映画の中ではかなり薄く出てます。 そうなんですか。そうなんです。あのこれはあの見たのをお楽しみですんでね。分か、はい、あんまりあのあんまりもうもう言わぬ言わぬで、ね、かしこまりました。今いただいたワードを楽しみちょっと皆様も。見てくると思います。はい。かしこまりました。はい、ありがとうございます。